はい、皆さん、こんばんは。こんにちはですね。えー、っと、ちょっと今、夜撮ってるんで、えー、そんな感じだったんですけど、今日はですね、お伝えしたいのが、えー、っと、もうすごく恥ずかしいんですけどね、僕が、マジでお金がなかった時ですね、今、結婚する前ですね、当時彼女と、まあ、同棲まではいかないですけど、えー、っと、まあ、うん、週、 ぐらいです、ね、まあ今の奥さんなんですけどえっ、ー、とまあ会っててあのまあ一緒に住んでたんですけど本当にあのねお金がなさすぎてえー、とですね当時は外地系の生命保険会社入ってたんであのいい時はすげえまあすげえっつっても知れてますけど50万とか60万とか給料があって本当に何にもね 全然収穫ゼロっていう時はお給料がね十手取りベース15万円切ったりしてたんですよこれ冗談なしででえっ、ー、と本当に社内貧富の差が激しいまあ会社でしてでそうだよねなんかあの僕その当時まあ当時も今もなんですけどあの要は 給与所得じゃなくて事業所得っていうので、その本当に八百屋さんとか魚屋さんとかと一緒で、自分で商売がうまくいかないとご飯食べれないんですよ。で、で、本当にね、もうこれが激しくて、で、要は不調が続くとですね、こうね、かその15万みたいな。 世界が続くわけですよ。で、大体僕、経費で1 0万円ぐらい、まあ、バカだったんですけど、使ってたので、で、家賃が4万5千とかじゃないですか。もう食費ないわけですよ。で、もう本当にね、情けなかったんですけど、で、当時の彼女のですね、豚の貯金箱をですね、えー、彼女がね、寝ているときに、まあ、その彼女気づかれないように、その、もう明日の昼ご飯の お金がないとかあ、駐車場をね、完備してもらってないんで、駐車場代も出さないといけないんですよ、自分で。で、ガソリン代とかはね、カードでなんとか、こう、しのいでたりするんですけど、で、今みたいにスーパーとか、あコンビニもまだクレジット対応してない時期なので、結構死活問題だったんですよね。で、えっ、ー、とー、うん、<laughs> まあ、恥ずかしいんですけど、夜、 この,の豚の除菌箱をそーっとね出してきて、音が鳴らないように、こう、後ろをこうやって、こう後ろをひっかり返すときもね、ガチャガチャってなっちゃうんですよ。で、えー、っと、よ、えっと、六畳、6畳のお部屋だったんで、 まあ、あの玄関先にね豚の貯金箱あってあのそれをこう買ってるとガチャガチャガチャって言うんですよねそれをまあ聞かれないようにですねとかまあ彼女が先出て行った時とか彼女がいない時に豚の貯金箱からねあのー、こっそりこっそり、まあ、何回もですけど、うん、もう絶対ねあのね3万ぐらいはね抜き取ってたと思います、うん、まあ今でこそねもうちゃんと、まあ、奥さんですけど返してますけどもうあの お金入ったら1万円入れとくとか1万円分をね500円玉にして、うん、あの入れ直すとかなんかそんなことをやってましたね本当になんか情けない日ですけどなんかまあ、うん、まああんまり思い出したくない日々ですよねはいまあそんな感じでやっていましたが、まあ、ネットビジネスもね、まあ、始めたばっかりの時,の時なんで、えー、そんなにお金もないわけですよ なのでまあそこのね豚の貯金箱が僕の食いちのつなぎ目だったっていうお話でした、えー、なんかしょうもない話ですけど聞いていただいてありがとうございます